シオンがプリズンに飛ばされてる。どれぐらい感じますか。行ってやってくれるか。え、迎えに行くってどういうことですか。ああ、プリズンに迎えに行くんだ。プリズンに迎えに行く。おお、先輩、何やってた先輩、嘘だろう。今日から君はわしの子分。はい。だがこれだけは忘れないで。はい。皆同じく犯罪者だ。はい。罪を背負うという意味では皆同じだ。はい。その罪の重さも覚悟も、自分のミスは自分で泥をかぶるぐらいの気持ちで言ってくれ。はい。ようこそモズへ。我々は君を受け入れよう。ありがとうございます。では、あれだ、儀式をしに行こう。ああ、儀式やりますか。ああ。お、儀式。そうだ。いいですね。今、お前は手に職はついてるのか。もちろんついてません。もちろんの使い方が間違えてるぞ、うん、もちろんです。でもいいぞ。ということは、あれか、あの、毎時間っていうか、なんか20分おきぐらいに入るのはいくら。1000円です。それは苦しいな。はい。ハンバーガーも買いません。それは確かにそうだ。本当に無職なの。はい。そう。もちろん無職です。これからギャング、うちのモズに入るかな。はい。時給はグッと上がるぞ。本当ですか。本当だ。ありがとうございますボス。言いたいだけじゃない。いやでも、いや、ずっと憧れてました。そうやって呼ぶことに対して。はい。もう本当に、あの、裏切りとかをした場合は、けじめは取らせるから、ね、はい。覚悟しとけ。はい。そもそも警察官を辞めた理由も、柳田先輩と対峙しちゃったら撃てないと思って。そんなに気に、あれか、好かれとるか柳田。なんか見たいですよ。そうか。え、お前は弟のように思ってるのか。まあ弟のような感じではありますけどね。ああ、そうか。まあまあまあ、そういうなあ、まあ、わしからしてお前も弟のようなもんだから、まあ、分からんでもない。ってことはダーマーさんはお兄ちゃんですか。なんでだ、やばい。でも大丈夫。おお。いいか、これから本当の我々のアジトに連れていくが、はい、絶対に場所を言うな。まあもうバレてるやつにはバレてる。バレてるんですか。このアジトはな、はい、隣が後藤レムという警察官が所有している、 あの牧場でな。あ、隣が。え、とんでもないですね。とんでもないんです。だからあんまりここには入り浸れない。儀式の家。あ、とんでもないですね。ほぼ来ないぞ、ここには。ほぼ来ない。海際のアジトで来ないですか、もしかして。海際のアジトより使い勝手悪い。でもな、はい、私はこの町に来て金が全然ない時にこのアジトを購入したんだ。ああ。だから意外と思い入れがあって。お邪魔します。わ、すごい。ここが我々モズのアジト。すごい。まあ何もないかな。二階堂。はい。ジェゴイ。はい。マップに書いてある黒のところが我々モズのテリトリー。はいはいはい。へえ。赤が別のギャング、青も別のギャング、緑も別のギャング。ああ、なるほど。おお。よし、こっちから。
一度地下に行こう。え、地下もあるんですか。すごい、めちゃめちゃ広いですね。その前にだ、トイレに行って出勤させなきゃダメか。そう、先に出勤させますか。こっちじゃない、出勤させよう。はい、出勤はそっちで。ここだ。はい、トイレなんですね、出勤場所。そうだぞ。いい、あ、出勤しました。よし、じゃあこっちだ。はい、すごい。いいか。はい、一応アジトは他にも何箇所か。はい、こういうアジトは柳田に聞いてくる。はい、他にもメンバーが君を除いて6人。はい、わしで柳田、はい、その他に4人。西島さんとレイラさんは知ってます。なんで知ってんだ。レイラさんはなんかまた柳田先輩がヴィランライダー校の時にレイラって言ってました。すいません先輩、もうもしそういうことがあっても言わないようにします。口軽いじゃねえかお前。すいません。もうダメですよこいつ、口軽いですよ。こいつダメだ。口軽いですよこいつ。まったく、わしもよくやることだから、わしの背中を見て育ったこいつがそうなってしまうのもやむを得ない。なんで俺がなんで俺こうなってんだ今。これは一回分からせないといけない。もうさ、新しいメンバーの前でちゃんとこうなるんだぞ。こうなる。はい、わかりました。わかりました。ギャングはこういうこと。はい、問答無用だ。何秒だ。あと7秒。3、2、1。カモン、カモン。いいですか、G 押しますよ、じゃあ。いいですか。まだまだまだ。G 押しますよ。大変ですね、先輩。ボスですね。こうなるのか、ボスに。まだ可愛いほどの、これは。そうだ。全然可愛いよ。そうだ、昔は、あれだぞ。ダッチョウの剣にされるとこだった。ダッチョウにされる。本当ですか。ケツから腸引きずり出してる。お前口の中にお前タオル突っ込んで、それはバウアーだろお前。それはバウアー。まああれだ、他にもまあメンバーがいるんだから。はい、各メンバーにはまあ一応コードネームがあるわけだ。はい、我々はモズという組織だが、鳥を模しとる。はい、わしがモズだ。ボスがモズ。そうで、こいつがシャモだ。ああ、シャモさん。そうだ、そうだ、シャモさんだ。シャモで、レイラがヒバリ。ヒバリ。あと、他にトキというメンバーと、はい、ヘラシギというメンバー、はい、そしてカインというやつがいるんだ。そいつはカラス。おお。ってことは僕にも。そうだ、お前にもそういう名前をつけねばな。ハトとかですか。いや、この名前それでいいのか。嫌です。全部としてもハトは本当にいいの。最悪だぞ。でも元はハトだから、ハトかなと思って。一番やばい。一番やばい名前なんです。すいません。大丈夫か。いや、嫌です。ハト来たっていう話になる。
そう、あと来た、うん、まあ、ハトやめてくださいって。そう、やめます、やめましょう、やめましょうって。やめましょう。なんかこういうのがいいなっていうのはあるのか。今パッと思いつくのが、うん、ハトとキツツキしか出てきません。ちなみにな、タボ、タボっていう鳥がいるぞ。サボ？チャボ。チャボ？チャボ？チャボっていう鶏の仲間が。チャボっていう鶏の。あ、じゃあ僕チャボですか？いやいやいや、まあそういう鳥もいるんだが、シャボとチャボだと。ああ。まあちょっと混戦する可能性。混戦するだろう。なるほど。うぐいし。かわいいですね。鳥名前かっこいいでしょ。ハチドリ。マガモ。マガモ。カモンカモン。カモンちょっと。緑ヒロハシ。ヒロハシっていうのがいるぞ。ヒロハシってどうだ。ヒロハシ。結局なんか名前もなってんだ。結局あんまり変わってないな。ヒロハシっているぞ。ヒロハシ。ヒロハシ。ヒロハシおもろい。なんかヒロハシ名前呼ばれるたびに笑われそうな気がします。ヒロハシおもろいな。ヒロハシ加入したのか。あ、ヒロハシです。ヒロハシいいな。フクロウ。おお、かっこいい。フクロウにしましょう。かっこいい、かっこいい。フクロウがいいです。僕フクロウがいい。中二心がくすぐられるというか、すごい。でもちょっとかっこよすぎるんだよ。なんでダメなんですか。いいじゃないですか、僕かっこいい男になります。あの広橋の方がやっぱ。広橋高橋みたいでいいじゃない。いや、だから嫌なんだよ。高橋みたいだから嫌なんだよ。広橋すごいいいな。広橋ってインパクトあるよな。名前が面白い。個性がインパクト、キャラに合っている。パワーワード響きもいい。一人だけ毛色が違って可愛い。確かにね、ちょっと毛色違うんだよな。変わってくるな。そうなんだよな、そこがちょっと引っかかる。どうした。あ、そう、俺無線。分かった、行くよ。行こう。無線教えてやってくれ。ああ、無線持ってるだろ。はい、持ってます。72.8264 だ。72.8264。え、わ、覚えやすいように語呂を言うぞ。はい。なにハニムシだぞ。なにハニムシ。了解。あ、そっちか。え、いや、こう教えてもらったから俺も。え、ひばりに。レイラが言ったら、なにハニムシって言われたから。ああ、そうだ、ここの番号も教えてください。はい、ここに0523。誰かの誕生日ですか。いや、よくわからん。名前はもうちょっと待ってね、降りろ。あ、はいはい。例えば、うん、あれ、出勤してるみたいですよ。僕も思いました。出勤してるみたいだった。はい。いや、今日はいいです。今日はいいのか。はい。そもそも、スズメちゃんをデートに誘うっていう話をしてたら誘拐されたので、ちょっとトラウマです。もう大丈夫、もうないぞ。ああ、了解です。これじゃもうないぞ。あ、これじゃないか。あの紙袋、あれ怖すぎますね。そうだ、何も見えなかった。本当に怖かった。俺もな、かぶせられたことあるけど、マジ何も見えない。一瞬何が起こったのか分からなかった。先輩もあるんですね。紙袋か。俺もあるぞ。俺はあれだぞ、ガチで他のギャングにやられたから。うわ、怖。他のギャングにやられて別な場所に連れてかれたから。うわ、まあ僕も気持ちはそんな感じだったんですけどね。そうだ、怖かったの。怖かった。めっちゃ怖いから、うん、ガチ何も見えないから。
うわぁ、ドッキリでよかった。まあでもあれだぞ、もうギャングになるってことはもう後戻りできないからな。はい、今までみたいに、まあ、まあ他の住民と接することはできるだろうが、お前がギャングになったって知られれば多分だぞ。はい、スズメちゃんもいい顔はしないぞ。まあそうだろうなとは思いました。俺らは犯罪者だから。はい、その覚悟があった場合はモズに入るのか。僕のゴールはスズメちゃんではないので。まあまあまあ、それはなお分からないから。ゴールではないが過程ではあるかもしれないから。そうですね。じゃあ今後どうするんだお前は。まあでも僕はやっぱりそういう恋愛とかよりもお金だと思うので、お金しかないと思うんですよね。ちょっと走る。はい、なんだお前スケボー乗ってんだ。いやいいぜ先輩、何もしてないじゃないですか僕は。お前スケボー乗ってんの。いやだって走るすごかったぞ今。ヘリ取りに行くぞ。了解。どこだ。美術館の前です。まあこの辺止めとこう。柳田、シオンがプリズンに飛ばされてる。プリズン？お買いに行きますか？行ってやってくれるか？ついでに紹介してやってくれ。え、迎えに行くってどういうことですか？ああ、プリズンに迎えに行くんだ。プリズンに迎えに行く。可能であれば北で一発発砲しようし、合図出したら一回瞑想入れる。トケトケに溶けてる。プリズンをな、はい、出る方法が2つあるの。はい、まず1つは刑期を終えること。刑期を終えること。刑務作業をしてな。はい、刑期を全うに終えて出る。はい、まあ刑期を全うに終えれば荷物は返ってくるし、まあその後はまあ無罪放免だ。なるほど。もう1個出る方法があってな。はい、これがこのヘビ。脱獄するってことですか。そうだ。ヘビに乗れば脱獄することができる。なるほど。まああとなんか中にあるバスを奪ってとか、あとなんだあの金網のところをハッキングして出るとか、いろいろまああるんだろう。おお。この中に分けるとまあヘビで出るか景気を得るか。なるほど。ただヘリで出た場合、脱獄した場合は、はい、荷物が返ってこないから。ああ、なるほど。それがそれでも良ければって感じだ。なるほど。ここですか。プリズンはな、止めるとこなんか。あ、いた、あ、いた、あれだ多分。警察の方とかいないんですか。警察はまあプリズンに送るだけ送ったら多分、あとバイバイだと思うから。今思ったんですけど、このヘリって2人乗りじゃ。あ、そうだぞ。だから4人乗りにすることができる。え、そうなんですか。とある技を使ってな。すごい。え、なんでだよ。おかしいだろ。あー、ちょ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 置いてかれるかと思いました先輩。いや、どこ行ったんだ。あ、走ってる人じゃないですか。駐車場どこどこどこ。右右右。あの車の中に乗ったかも今。その目の前の車。この黒い車。はい。
誰か走っ…なんか…ショーンか、迎えに来たよ。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、本当に。あの、大丈夫です。あれ、どうも。ゴーさんが、グレネード投げてきて、で、僕の体で跳ね返って自爆しちゃった、あの人。ああ、そうなんだ。で、申し訳ないなと思って自分も自爆したら、バウアーさんに捕まって、うん、ああ、そうだ、ショーン君。はい。彼は新しくモズの一員になった。まあまだ見習いだけどね。さっき無線、あ、聞こえてた。ミカイドウキミトスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キミトスさんですよね。うん、みっちゃんがこの前お世話になりました。みっちゃん。ああ、そうだ、ミカイドウ、彼はな、はい、サイジマだ。お久しぶりです。僕は関わったわけじゃないんですけど、みっちゃんの記憶にはあったんで、今はあれですよね。今はしおんくんだ。あ、今はしおんくん、了解です。みっちゃんがこの前だいぶ遊んでくれたみたいで、一緒に。はい、お世話になりました、本当に。はい、警察官捕まえてやりました。西島さんはなんか二重人格とかの方なんですか。まあ、そうだな。ああ、彼は10歳だよ、今はな。あ、なるほど。シオン君は10歳だ。シオン君10歳。まだかな。あと30秒ほど待ってください。了解。一発じゃなくて、なんかコンビニの後辺りとか、いや、任せる。すっ、先輩、何やってんだ先輩、嘘だろう。おい、このヘリで俺を送ってくれるじゃなかったのか。やめろ、大きい声出さないとやめてくれ。おい、嘘だろ。これ助け呼んでいいのか。あ、任せる。了解。呼ぶなら個人だ。呼ぶなら個人。呼ぶなら R を押してくれ。了解です。はい、どうもフランシスコマグナム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 です。やりやがったぜ。はい、どうもフランシスコマグナムです。はい、どうもフランまさか、まさかボスもヘリで事故ってると思うまい。最悪だ、最悪だ。救急隊を呼ぼう。了解だ。 G の筋肉を押していいってことか。了解です。最悪だ、本当に。誰も得してねえ。幸いにも。お、先輩、先輩。あ、幸いにもって言ったのに全然幸いじゃねえ、ね、この先輩。なんて言おうとしたんだこの先輩。俺もあと150秒だ。
町から離れたとこでどのぐらい待つんだここで猫ちゃんが猫ちゃんなんだ猫ちゃんあんたが俺のことを助けてくれるのかそうだ何のことを言ってるかわかんねえと思うけど俺は今シンデレラタイムを過ぎちまってる猫ちゃんあんたと状況は一緒だ俺一人じゃこの状況変えることもできねえんだ猫ちゃん救急隊はまだか北の病院に入院させてもらった あ了解だ先輩北の病院だなあ多分俺も間に合わない先輩今日は最高の一日だったよありがとうおやすみなさい世界うわここかこれは二人ちょっと待ってくれよよしつくのが遅れちまったからなすまねえがその場で蘇生するぞあおダメ間に合ってくれよしすいません先生いや、すまねえな、遅れちゃって真城先生ああありがとうございます いいんだ、とりあえず体ストレッチしろよわかりましたああいや、ストレッチしろとは言ったがすいませんいや、いいんだよじゃあ別にいるならいるで話してくれねえか何があったかいや、ま、見ての通り動けるのかよ僕は動きますライアンさん、あんたは瞑想だ見ての通り、墜落しました墜落はいなるほどただ、このヘリコプターで北の街を見て回ろうっていうだけだったんですこれ誰のヘリコプターだこれは先輩のですおお、ヘリ買ったのか、なるほどなそれで、お前にいい景色見せてやるよって運転してくれたらあの野郎、見事に墜落させましたかっこいいんだか、かっこ悪いんだかここまで見ていただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。